1912年、共和党全国大会アメリカ合衆国の1912年、共和党全国大会は、1912年6月18日から同月22日まで、シカゴコロシアムで開催された。共和党は、大統領候補として、ウィリアム・ハワード・タフトを、副大統領候補として、ジェームズ・エス・シャーマンを、それぞれ前回に引き続き指名した。 シャーマンは選挙の数日前に死去し、ニコラス・ M ・バトラーが共和党の副大統領候補を継いだ。この全国大会は、現職のタフトと元大統領、セオドア・ローズベルトとの権力闘争から生じた、共和党の分裂開始の象徴となった。これは、共和党予備選挙のための最初の年であった。ローズベルトは、予備選挙で大勝した、12州中9州で勝利した。タフトは、 マサチューセッツ州を手中に収めたに過ぎなかった。彼は、故郷のオハイオ州ですらローズベルトに敗北したのである。改革を主張する上院議員ロバート・ A ・ム・ラフォレットは、2州を獲得した。予備選挙を通じて、ラフォレット上院議員は、合計36人の代表を、タフト大統領は48人の代表を、そして、ローズベルトは278人の代表を獲得した。 しかし36の州が予備選挙を開催しなかった。これらの州の代表は政党政治の支配を受ける州大会によって有権者に選挙されなかった。これら多数の州代表の争奪戦が行われた。タフトは争われた代表に関する決定権を有する共和党全国委員会を支配していた。委員会は争われた代表のうち三十五人をタフトに 19人をローズベルトに配分した。その結果、ローズベルトは彼の要請により投票を辞退した。ウィリアム・タフト、561票、セオドア・ローズベルト、107票、ロバート・ A ム・ラフォレット、36票、危険、322票、ジェイムズ・ s ス・シャーマン票、ありがとうございます。